谷翔平30号も、ジャッジ35号でジャッジの凄さがより際立つ。ヤンキースのアーロン、ジャッジ外野手32が22日、本拠でのレイズ戦に3番、DH で先発出場、後半戦初アーチとなる35号本塁打を放った。0対5で迎えた7回1失1、二塁の第4打席でスライダーを捉え、左翼席へ特大スリーラン、打った瞬間、ファンが総立ち。ジャッジも確信歩きという完璧な特大アーチで両リーグ最多35本塁打目をマークした。この一発は飛距離444フィート約 135.3 メートルを計測した。両リーグで一番ホームラン打つのは怪我しない限りジャッジだろう。ジャッジは守備にもついてるし、もし大谷が同じリーグなら MVP 争いでもジャッジがかなりリードしてる。6月6日から7月22日で計16本のホームランを計15日で放っているが、そのうち9日で同日にジャッジも放っている。逆に大谷が打ってない日にジャッジが打った日は6月6日から7月22日で言えば31号と33号の2日しかない。6割の確率で同じ日にホームランを放つという仲の良さ。ジャッジが打つと大谷翔平さんも打つんだよね。ほら、やっぱり。しかもスーパーウルトラ特大、WAR7.0 も近くなってきたな。MVP 確定。やっぱ頭一つ抜けてんだわ。ひいきにいたらたまらないやろな。ヤンキース負け取るやないか。てかいつの間にか2位になってるし。滞空時間長くてほんと気持ちいいホームランだな。